B21W デイズハイウェスタ、今回ね販売車両のね紹介していきます。販売よりもね、ま、売れない場合はね部品取りしていきます。まずちょっと外装からいきましょう。ちょっと傷とかねあります。まあ、小傷ありますね。次ね、ちょっと電気周り行きましょうか。固定してね。次ね、エンジンね、ちょっとざっといきます。入れるところを見るところで、クーラーもね効いてます。サブタンクはねちょっと見えへんところにクーラーとね入ってます。バッテリーもね、あと2年いけますね。落ちた。ブレーキオイル。ブレーキね、サラで。タイヤね、14インチ。純正ある。溝はね、6分、7分ぐらい。次にね、内装いきます。シートね破けてます。 ETC で、ここのねイルミネーションね別のねデイズでやってます。それをねちょっと見てもらった方がいいかなと思います。使い方わからない。まあ、クーラーもねガンガン効いてます。そんな感じでね、小物入れもありますね。あとはまあカップホルダーとかね、ちょっとね、今入れてしまったんですが出せなくなりました。ミラーねいけてます。あ、
イトはついてない。まあちょこちょこね、なんかね、シミ汚れみたいなのあります。後ろもね、あります。これはね、スライドするのでね、リクライニングもするのでね、使い勝手がね、まあこんな感じでね、乗るときはね、後ろまで下げて、荷物積むときはね、前にしてとかね、できます。まあ、ここもね、後ろに下げなければね、広いと思います。下げるとね、こんな感じだ。これもね、いるのであればつけます。ナンバーともね、ついてます。この車ね、HID の玉をね、ちょっと明るくしたやつです。年式ね、26年。車検がね、9月29日まで。内装はね、もう傷とかはありますね。距離がね、走行距離が168,000キロ、ちょっと走ってます。レールのところにジュースがこぼれて、動きがね、悪くなってます。まあ、こんな感じかな。マットとかもね、擦れとかなくね、まあ、汚れはあるんですが、綺麗です。まあ、シートぐらいですね。今回ね、26年式、まあ車検が5年の9月29日まで。で、販売車両をね、紹介してきました。プライスはね、12万円。で、もうね、この動画が出るまでにね、ちょっと日にちがあるので、そこまでに売れる可能性もあるのでね、で、売れた場合はね、説明欄のところにね、何日に売れたっていうのをね、書いておきます。デイズのね、ローダウンとかの動画もね、出してるのでね、よかったら見てください。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。